いっぱい食べた。イライラしてるからめっちゃ食べちゃう。食べる？シワやん。今日は何でもない日曜日。どこ行くの？あんちゃん今日どこ行きたい？アウレット行ったことないね。ナジュンと水族館とか思ってたけど。水族館だったもんね。水族館って結構長いんで。やだ。本当にこの後ね、10歳育つ行きたい場所が違いすぎて。ねえ、難しい。どこに行くかはまだ決まってないけど、まあ、とりあえず化粧しつつ。最近このね、季節のちょうど変わり目、この10月ぐらいっていうのが本当に肌がなんかこう揺らぐ、なんか油っぽさもちょっとあったり、乾燥したりもちょっとしたりしてて、本当に肌トラブルが多い時期で、もうこの辺が乾燥してなんかファンデが浮いたり、毎年この時期がなんか肌荒れとかがね、肌トラブルもあってやだなと思うんだけど、今年はかなりマシ。そう、化粧のりがいいのは本当にこのね、ハリアスのおかげ。ハリアスはいつも褒めてるよ、ママは。ねえ、ほんとこれめちゃくちゃ良くて、で買いましたって声もめちゃくちゃ来てて、 DM だったり、まあ、コメントだったりも来てて、使うとこうなんて内側から本当にこう輝くし、保湿効果とかが高いから、いいよ、ね、うん、なんか一日中キープしてくれるっていう感じだから、すごく気に入ってて、ちっちゃいこのラメが入ったね、高級感のある、うん、ね、この辺のニキビとかも、もうこれでほらなくなる、自然なトーンアップな感じ。じゃあこの半分ね、この顔を塗ってみると、簡単にシミとかシワとか隠してくれるのに、ファンデしながらスキンケアができるっていうのが私的に一番よくて、こうなんか肌に優しいファンデーションって、こうカバー力がないっていうすごいイメージがあったんだけど、本当にハリアスに関してカバー力もあって、肌に優しくて、肌に塗ってる方がそのスキンケア効果が高いっていう、全然違くない？この辺のなんか、私赤み肌が結構、鼻とかこの辺がいつも赤いんだけど、赤さが綺麗に補正して、シミがあったのに隠してくれて、こっちはもちろんあるんだけど、このね、仕上がり感がこうなんか塗ってますっていう厚塗り感が全くないのに、このね、肌のね、悩みをね、しっかりカバーしてくれる上に、シワの改善までしてくれるっていう。しかもね、このね、これを塗ってるだけで、このシミっていうのを予防してくれるの。パパがいません。なんでですか？パパはね、出かけようってなった瞬間にね、足が痛いんだって。いけないんだって。いやだからさ、太ってるからじゃない？ただ先週もその服買ったの。本当に同じ服しか着ない。気に入ったら理解できない。日本のプリクラがあったよ。やって、太ってみよう。おお。これはい、すごい昔のプリクラだね。こんなあるんだ。落書きできる。あ、懐かしい。なんてこれ何年前のプリクラって感じなんだけど。すごくない？いや、ちょっとびっくりじゃない？この画質。かわいい。どこの国にもこれってあるんだね。入れすぎないでね。食べちゃダメよ、今。すごい。音。おお。ね、初めてじゃない？ロッテリア食べるの。ハンバーガー。ハンバーガー。ナジュン好きじゃん。これ何名前？ハンバーガー。これテリバーガー。これ何だよ。テリバー。テリバー。ロゲット買ったの。ちょっと悲しいお昼ご飯だけど。ハンバーガー。ハンバーガーだよ。いっぱいハンバーガー。かわいすぎた。いっぱいハンバーガー。いっぱいハンバーガー。
は多分バーガーキングだって。だ結構さ、モンスターチもあるし、オリジナルなんだよ。パパ今ご飯しながら携帯見てる。パパ絶対さ夜は仕事行くからムカつくんだよね。これでさ本当にさ痛くて病院に行くとかならわかるの。でも絶対さひょこっとさ行くわけじゃん。家族のこの玉の時間がさ楽しみなわけ。ママ毎週これしかないから。なのにじゃん。だからこの間めっちゃ泣いたのママ。もうなんか一人でさ公園行ってさまたナジュンとさ休みの日もさ。だからナナちゃんがこうやって出かけてくれるだけで嬉しい。たまにね。だから日曜日は予定入れないでほしいんだよね。日曜日ぐらい。ナナ遊ぶじゃん。ハンバーグ。ハンバーグ。やめなさいってそれは。なぜの方がお兄ちゃんだ。お兄ちゃんよ。パパの方がゆっくりした買い物もできるし楽しいよね。ご飯もゆっくり食べれるし。パパせっかちじゃん。ちょっとでもさ泣いたらもうさ。もう行こう。もうナジュンがダメだ。ダメだ。とかさ、ちょっとの10分じゃんみたいな。でももう時間がダメだみたいな。見ようかないよね。せっかく来てんのって思うよ。ほんとさ、うちのさ、滞在時間って1時間ぐらいじゃん。どっか行っても。なんであのせっかちなんだろう。てかなんかもったいないと思うんだろうね。買い物をしに来てるから、多分買ったら帰ろうみたいな。ゆっくりプラプラするとか。だから服着て帰って帰る。そう。家の近くのタンフルが潰れて、ヨーグルトアイス屋さんになったんだよね。ちょっと前まではタピオカで、その次がタンフルで、その次がドバイチョコレートで、もう今ヨアジョンヨーグルトアイス店。はあ、流行りってすごい。なーちゃんの好きな I love J。 よかった、じゃあいいな。嬉しい。本当ありがとうね。満足。うまい。うまい。なんでずっと携帯触ってんの？もうシワやめて。なんでずっと携帯触ってんの？この待ち受けがツイッターでなんか流行ってて、これにすると運気が良くなるんですよ。いいことが起こるんだって。彼氏ができたり、結婚できたり、なんか宝くじが当たったり。だからこれにしたの。買ってみようか。で、これにしたの。え、これ怖がるじゃん、ナジンが。で、最初怖い怖いって言って、なんか最初泣いてたの。で、何をやってた時だったっけな。なんかやった時に、もうアレン様来るよって言ったら、ないないってやめたの。だからナジンはこれがあるとちょっと怖がるのよ。言うこと聞くの。アレン様来るよみたいな。鬼みたいなちょっと存在になってるんだけど。アレン様、だから2歳児ぐらいにはちょうどいいかも。アレン様来るよって聞く。うん、そう、イライラしてるからめっちゃ食べちゃう。食べる？美味しい。美味しい。食べる？うん。すっかり真っ暗になって、一日遊んだね。うん。運試ししてみよう。一回も当たったことない。なんか確かね、あのコンビニで売ってんだよ。宝くじ販売って書いてあるから。買ってみて、ちょっとアレン様のパワーを。聞いてみるとやってるか。이게한게임이거든요네여기서원하시는번호6개6個아6個6개를6개아이렇게하는거예요네알겠습니다감사합니다6개잡아요옥토콤은できるよ多分当たれば100円かかるってこと100円かかるってこと多分いやこれで当たるからねいつ発表なんだろうで、パパがロッテリアさ頼んだんだけど。ね、マジびっくりすぎるんだから。みんなで食べてとかって。そう。あ、食べてきたよ。
前が寝てる間にパパ仕事に行きました。信じられません。まだじゃない？30分今日じゃないのかな、うん、今日じゃなくて多分19日って書いてあった。え、あとあとまだまだいっぱいあってよく、え10分ぐらいあるじゃん。なんだずっと待ってたのにね、8時半になるの。朝から動き回ってたのすごくない？この一回もさ化粧直ししてないじゃん。こう年を取るごとにこの水分量だったりコラーゲンの量っていうのが減っていくからすごい乾燥を感じるようになってきてて、10月になってこう涼しくなってきててもこう紫外線っていうのはこう降り注いではいるから、もう紫外線のねケアっていうのももちろんしていかないといけないしっていうので、もう肌にとっては本当になんかめんどくさい時期だなみたいな。こういう時期からちょうどこうシミとかこうシワっていうのが目立ってきて、こう張りとかね弾力とかもねこう失われやすくなっていく時期ではあるんだけど、前も紹介したことがあるハリアースを愛用していて、まあ結構ねこのあの SNS だったりで結構話題になってて、知ってる人は知ってると思うんですけど、まあこれはね前も紹介したけど9つのメイク効果っていうのを1つで手に入れられるっていうファンデーション。やっぱりこうスキンケアした後にまたねベースメイクっていうのをしなきゃいけなくて、それがこうね下地塗ってだなんだって10分ぐらいとかかかってたんだけど、このハリアスにしてからはもうスキンケアしてハリアスって全然あのよれないし、化粧下地っていうのがいらなくなったから、本当にねハリアス使い出してから本当にもう 2,3 分で完成、かなりメイク時間っていうのが時短になってる。なんかだからちょっと外に出る時もさ、わざわざこう下地とか塗ってあの日焼け止め塗ってってするならこれをポンポンってやった方が効率的だし綺麗になるし、でスキンケアもしてくれるから、まあ、ちょっと公園行く時とかちょっとねちょっと外出る時っていうのにも私は結構使ってて、カバー力は高いけど薄付きではあるから本当にねこうポンポンとのせるだけだと、あファンデーション塗ってないって思われるぐらいなんかさらっと塗れる、なんか厚塗り感が全く感じないから。でやっぱり30歳とか過ぎると変にこうテカテカしたメイクよりもこうまあ自然な自分の中にあるツヤが出るようなメイクの方が肌の健康的に見えたり綺麗に見えたりするから、こういう変なテカリがないっていうのがすごく一番気に入ってるポイントで、あとねこうマスクをグッてグッて当てるじゃん、こんだけ当てるじゃん、こんだけ当てるよ、全然つかないの。これ意味わかんないんだけど、こすってもつかないの。ほらマスクにつかないっていうのに驚き、落ちづらいのにメイク落として落とすときにはこうスルッと落ちるから本当に不思議なんだけど、この崩れないファンデほど液体自体の密着度っていうのが高くて、こう馴染みやすいからね、このパフっていうのにね色が残らないらしい。こうやって取ってるものをこうやって肌にのせるとパフへの残りっていうのがないんだよね、全くちゃんとこの肌に乗ってくれてる、でこうよれたりしないっていう。こうねファンデっていうのは肌に悪いから使わないっていう人がいるんだけども、そんな人には本当にハリアスをね一回使ってみてほしい。もうハリアスっていうのはつければつけるほど肌にいいからね、もう美容成分が 95% でシミやシワを予防してくれるって、もうね肌がめちゃくちゃ喜ぶファンデーション。今回もね私のこのお気に入りのクッションファンデハリアス、今回またね特別なキャンペーンを用意してもらいました。ハリアスさん本当にありがとうございます。このね中のリフィルとこのケースとパフ、この3点セットですね、これ本来定価が5,320円のところ、このね動画の概要欄からの購入でなんとなんと初回限定2480円でね購入することができちゃうんです。しかも今回このね動画からの購入限定でプレゼントもついていて、ハリアスと同じ企業が出しているこの洗顔に使える石鹸もねセットでねついてきます。これもちろんね全国どこでもね送料無料で、こう定期購入ってとこをねよくあるのがこう解約できなかったら怖いなーって考えてる人多いと思うんですけど、購入回数の縛りっていうのは一切なくお試しできるのと、使ってみてねもしちょっとこう肌に合わなかったなーっていう場合には、次回のお届けの10日前までにこのマイページや
お問い合わせから休止や解約がちゃんとできるので、私が今回使ったのはベージュなんですけど、カラーは4色展開でベージュ、オークル、ニュートラル、アンバーの4色展開です。これね、1日にね2000個も売れてしまっているね大人気商品なので、残念ながらねこの購入はお一人1個までなんですけど、この表面だけではなくこう内側からも美しく理想の肌をね育むハリアス、今すぐね概要欄の方からお得に試してみてください。ではでは、今日はそんな日曜日をお送りしました。アンニョー、ナナちゃん。